15年前の業務スーパーって全然違ってね、イメージが。うん、安物の店だと思った。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今日は業務スーパーが独り勝ちすぎるというね、そういうことで伊崎さんと、はい、撮ってみたいと思います。業務スーパーは知ってます？知ってます。あんまり行かないわね。買い物させられるなんてことはないもんな。まあさせられたりはするんですけど、西東京市にあるはずなんですよ多分。あれ業務スーパーだなっていうのは頭の中にあるんですけど、うん、そこの店舗に行ったことはないですね。ない。家の近くにもうビッグ A っていうちょっと安いスーパーある。まあビッグ A とかと、まあ、近いは近い、うんうん、ビッグ A と近いは近いって言った時点で、うん、おそらく違うんだよな今。僕なんかはそう思うけど、今ね業務スーパーはもうねブランドなんですよ。お、業数という。僕の奥さんなんかもよう使いますよね。へえ、そうなんですね。っていうのは業務スーパーってこれフランチャイズなんだけど、フランチャイズによってカードが使えるところと使えないところがすごく安くしてるから、カード手数料なんていうのは、うん、無駄だからやらない店が多いんだけど、近くのでカードが使える業務スーパーもあって、で僕は奥さんにカードを預けてるから、うん、いくらまでとかそういうこと言ってないからね、はい、あと、まあ、たまに明細は見るわけですよはい、はい、そうするとこう業務スーパー2万円とかさ、業務スーパーで今なんか焼き鳥屋でも始めんじゃないかとか、そういうわけじゃないんだよ。どんどん増えていくわけ。そうですね、うん、でただそれはね15年前の業務スーパーって全然違ってね、イメージが。うん、安物の店だと思って。中国産のプライベートブランドがたくさんあって、うんうん、安い、それだから品が良くなさそうな、うん、まあそんなイメージはありますね。カット野菜とかカット肉とかいろんなそういうもの、はい、中国でむちゃくちゃ安く作って売ってる店っていうイメージ、うんうんうん、だからよく当時覚えてるのはステーキの件の井戸さんが、ステーキの件をやってるオーナーとかが、うん、なんかちょっと売れなくなってきたらちゃんとしたものを買わないで業務スーパーで仕入れてみたいな。そうすると質が悪くなるじゃん、うん、というふうなイメージで使ってたのよく覚えてるね。けしからんみたいな。なるほどなるほど。なんとか安く仕入れようという、うん、まあそういうイメージだったんです、うん、ところが今うちの奥さんとかに行くと何を言ってんのよって話になるわけだよね。おお、そうなんですね。コストコなんかよりよっぽど業数の方が物がいいと。でその昔中国産の安物の PB っていうのは、これが業数にしかないすごいいいものがあるってなっちゃって、これ社長が沼田さんって言うんですけど、これ2代目なのね、うん、お父さんが創業されて社長が変わって、この2代目社長が本当も優秀、お父さんの代からすごかったのよ、うんうん、まあ、やっぱ最初の目の付けどころはお父さんがすごい、要はシステムとしてはユニクロとかに近いわけでしょ、うん、プライベートブランドを作って安くして、うん、でただ当時はプライベートブランドっていうのはそこまでこう人気がなかったんだよね、はい、でもあるところからセブンプレミアムとか、うん、そういう風になってきて、はいはい、プライベートブランドに対してはナショナルブランドっていうのがあるわけだけど、ナショナルブランドの醤油、例えばキッコーマンの醤油とプライベートブランドの醤油だったら、昔はキッコーマンを選ぶ人が多かったんだけど、はい、今は質も良くて安いっていうプライベートブランドだったらこっちが人気があるっていう風になって、うん、それによって PB の質っていうか、いつの間にか業務スーパーはまさにユニクロの服は機能性が高いっていうか、ユニクロというブランドで売れるように、うん、業数というブランドで売れるようになった。株価がさ、だってこれ5年400円だった株価が今4000円ですよ。10倍ですよ、うん、買っておけば、うん、これたまにフランチャイズチャンネルで投資報告の時にさ、はいはい、よく議論なんだけど、うん、業務スーパーとかさ、そういうそのそれをこのチャンネルで取り上げた時に買っておけば一体どのぐらいになったでしょうなんていうの、まあ確か2年ぐらいまで前にやった記憶はあるけどでこれ日経の記事だけど、ね、業務スーパーは激安くて時価総額1兆円よ、うん、スーパーマーケットでこんなね、それも見た目あの店だからね確かに、うん、で今回また新しい記事ではさ、そのソフトバンクグループとなんか組んで AI を使って仕入れを実験店舗みたいな、そう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 、あれもなんかすごくてさ、写真で撮ってて、はい、どれ何がこの減ったかというものを即座にこう即発注していくみたいな、うん、まあでもシステムとしては確かにできるだろうね、うんうん、あんな店なんだけど段ボールの上に段ボールが売って陳列されたりするじゃん、うん、なんだけど、だから金をかけるとこにはかける、かけないとこには全くかけないっていうね、うん、そういうこのメリハリが非常に効いて、ビジネスモデルとしての戦略がうまくいっている店なんだろうなと思うわね。なるほど。